あきさん、ありがとうございます。なみおこさん、かわいい、ありがとう。かずさんもかわいい、ありがとうございます。うるべさん、花束ありがとう。ゆりのまぴさん、ハイライトありがとうございます。なおさん、とったいありがとう。ヤルマミさん、フェルスコメントありがとうございます。ナオさん、高澤さん、ソラさん、ナオさん、高澤さん、ソラさん、ナオさん、ソラ、高澤さん、ソラさん、ナオさん、高澤さん、ソラさん、ナオさん、もうコメントが流れる。うぷん、ありがとう。なおさん、高蔵さん、そらさん、呼べない、高蔵さん、そらさん、なおさん、ひとくさん、読めない、ブルームーンさん、もうここか、のすみおこさん、つきバーガーさん、いやだ、のりさん、ここか、ふうさん、あさしおテレビさん、あすさん、ありがとうございます。はい、ありがとう。読めた。コメントがさ、下の方がさ、上のコメントが流れるにつれてさ、ウィーンって流れていくからさ。アスさんですね。はい、エリアルマミさん、アスさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。スーさん、タコさん、ありがとう。しんいちさんもハートありがとうございます。あ、朝ね、大変ありがとう。てるこさん、さかつさん、ニックさん、だるまさん、ありがとう。ひたつさん、ごさん、バラ、センキュー。しんごさん、ハートありがとうございます。ポケットからキューです。君にあげ、君がくれたキューです。ポケットからキュンです。何落としたの、キュンです。君がくれたキュンです。でも君にあげられなくてシュンです。ポケットからキュンです。君が、何落としたの、キュンです。君がくれたキュンです。でも君にあげられなくてシュンです。いえいえいえ、朝対戦ありがとう。対戦してくださった方、いつもね、そう、参画してくださる方とかいらっしゃるんですけど、本当にありがとうございます。楽しいです。そしてね、負けた時もね、
ナピちゃんはいつもあー悔しい頑張ろうっていうあのポジティブな感じで撮りますので全然大丈夫ですよ。ははっ。何さんハートありがとう。ナピちゃんはね強いからみんなのことも忖度してあげるよ。そんなにね忖度できるほどなんで、あれ、勝ちじゃないよね、のびちゃん。ああよ。ホリちゃんさん、バラありがとう。あつやさんもハートありがとうございます。ああ。朝ね。なるほどね。確かに朝ね、周り強い方いらっしゃいますね。え？今日はね、コメントがね、一段とちょっと早かったのでイラつきました。わあって。わよ。そこまでね、ノーピョンは怒るタイプじゃないので。遊び半分でちょっとイラついてます。皆さん七並べは頑張っておりますか？ナビちゃんはねもう3位というねちょっとびっくりな数字となっております。自分でもなぜかみんな夜もやってる？朝もやってる？ゴールデンベッドタイムにやってるかい？ね、やってたらゲットダンペで追い返されないよ。いやなんかわかんないんですけど、そう四六時中皆さんぜひ。シナラベをずっとやっていただけると嬉しいです。お仕事中もちょっとちょこちょいシナラベーみたいなシナラベーシナラベーみたいな感じでやっていただけると嬉しいです。あいよ、うん、あんな司会はねそうそう起こることはないですよみたいな、なんか変な感じのそのね行動とかをしなければね、うん、ああなるほどね、そっか、自動回復するもんね、していてね、卒業しましたとか言わないで。神てるさんありがとう、バラン今川さん、だるまさんありがとうございます。いつも元気で笑顔が見られました。あーいいうん、やってますよ、ありがとう、やったー、おはよう、うん、すごな、なおさんやばい。ありがとうございます。嬉しい。そうね、室並びは毎回一応こんな、毎回ね。毎月やってるんですけど100位以内に入んなかったりとか、ね、多いんです。のあみちゃん100位以内に入ってたり100位以内にちょっとね入ってなかったりみたいな。今回はもうね
7並べがチームみたいな感じですね。5時から7時、5時から8時っていうので、あ、5時から8時、5時から8時であのやってます。そうめっちゃ頑張ってるかもね。うん、怒らんよ、お話し会は怒らんよ。ワイはちょっと変なことしたことあるよ。でも普段は怒らんよ。ケンちゃんさん、パラありがとうございます。大木まさよしさん、だるまさんありがとう。なんか ST 入って ST 並べのなんかイベントみたいなのは初めての大きなイベントだから、そう、しかもね自分だけのためのものみたいなんじゃないから、そのちょっとねやばいなと思ってね、かなりやってますね。でも5時から8時、5時から8時って言ってると朝しんどいかな、なんかやっぱりしんどい、きつい。でも足を引っ張らんように頑張ってるので応援よろしくお願いします。下並びやってね。うん、暑いですね。あーもうさんハートありがとう。おもしださんもハートありがとう。結構ね、多分その方5時からっていうのやめたら今ね順位が下がる瀬戸際なんですよ本当に。余裕を持ってその5時からしないでいいかっていう風にはならないから、今多分のあぴちゃんの順位的にポイントがねその見えるんだけど、ポイント数が追いつかれる、もうねちょっとでもやったら追いつかれちゃうから、そうだからあー勉強ね5時から8時、5時から8時ってやったら勉強全然できないですねあの七並べ結構時間がねパックンチョみたいに食われるんですよ。あの怖いですね七並べ、あっという間に時間経ってるんで、そうもうこんな時間か。だいたい1対戦2分から5分あるじゃないですか。でそれでさ、それをずっとしてるともうマジやばい。まあマイカーのメンバーさんの中で足を引っ張らないように頑張ります。今は勉強よりもこっちかな、うん、もちろんね勉強はね大事なんですけど、なんだこれはい、ナペはね5時から8時、5時から8時、これもね配信時間のその配信のね時間もねそこで制限されてるので、まあ大変そこしかできんっていうのがね痛いですね。ゴールデンベッドタイムできないのが痛いです。やっぱりそこはね多分大きいですね。だから皆さんにはゴールデンベッドタイムでやっていただけると嬉しいです。お分かりだと思うんですけれども、今ねショールームのそうクマ隠しっていうのでなんとかクマが隠せると思ったら、ついにねクマが隠せなくなりました。眠いんですよ私すっごいクマができやすいタイプなので
あのね、熊を悪魔みたいな状態になってるんですね。はい、それぐらい頑張ってるので、はい、やばいです。あのね、熊がね、ご覧の通り、悲しいです。実際もっとすごいですよね、エフェクトで。メイクの熊取りを今これぐらい全部入れても消えないんですよ。これがで、これでね、多分ね、今ね、これが入ってるからあれかもしれない。なんかちょっとね、滑らかさを入れてるから、あれかな、こんな感じ。あの、浮き出るんですよ、私のクマって。気持ち悪い。これでね、ちょっとオブラートになって、で、クマ撮りでやってると、若干消えるんですよ、いつもなら。学校で寝るっていう手もあるけど、やっぱ学校で寝ると先生に見つかった時に、あの2年生になってから、そうなのに、ちょっとうとうとしちゃった時に、こうやってなった時にめちゃめちゃ早く見つかるんですよ。なんか1年生の時は全部見逃されてたのに。そう、若干うとうとしてて、こうやってなってた時に、あーやばいなー、一応起きてるんですよ。で、完全に寝るってことはないんですけど、こうやってなった時に、あとなんか完全に寝る体勢を、あーちょっと疲れたと思ってうつむいても何も言われなかったですよ。あのね、2年生だったから、ちょっとでもね、そうやってやるとね、大丈夫ですかって言われるの。なんかちょっと怖いです、私。ですね、やばいなって思ってます。いや、そういう体勢をこう、一瞬そうやってなんか「ダー」ってなった時に「あ、疲れた、よし起きよう」と思って、その直前に「オラクズさん大丈夫ですか？」って「いや起きてます」ってなる。もともと普通に勉強してても寝てるように感じるらしくて、なんかね、ぼーっとしてるんですかね、なんか。普通に話を聞いててもなんかちょっとノート取ってるだけでも、モクさん起きてますかって言われたりするタイプなんですよ。ちゃんと起きてるのにさ、いないよ先生たちさ、いないよ、起きてるのに起きてますかとかさ聞かないでよ。いやね、まぶたに明確、それが一番で。いや本当に起きてんのにさ、しかも後ろにね、副担任とかね、変な先生とかねいたりするからね、ね、あ、そうそう、英語の変な先生、英語の変な先生ね、まだいたよ。あのね、最初だけかなーと思ってたんだけど、後ろにね、変な先生がいるんですよ、英語の時って。しかもね、あれなんですよ、後ろ、今ね、後ろの方の席なんで、私一番後ろなんですよ。
一番端なんですよ。で先生ね、あのその後ろの変な先生に、ね、一番ね近い席なんですよ。嫌なんですよ。あのなんかね、ナピは英語できるんだぞっていうのをあのその変な先生がいる時にね見せたんですけど、それでもここわかるって聞いてくるからあのあわかりますわかりますって言っていや本当にねちょっと困ろうそれでねたまにね話が聞こえなくなったりするんで、はい、うん、すみょごさん、アップさん、ハートありがとう。くるくる推しやから近くにしたんちゃう。ほえほえ夢ならばどれほどよかったでしょう。ええ知ってる、これ米津玄師さんのレモン、ウェッって入るんですよ。神聖さんありがとう。あ、シャープ、あ、待って、もう時間じゃない、あと2分じゃん社長乗らさせていただきます。あ、フェスイズノーさんありがとうございます。カンディスのニメゴさん、敵ありがとう。セイイズウラベさんありがとうございます。エンドフォードイズシンジラングレさん、敵ありがとう。フィットイズマイキさんありがとうございます。セックスイズカツオさん、敵ありがとう。エンドセブンイズカイトさん、敵ありがとうございます。エンドエイトイズミオミさん、敵ありがとう。エンドナイトイズエリアルマルピさん、敵ありがとうございます。テッドイズオキピさん、Thank you very much。エンドイレブンイズホリちゃんさん、ありがとうございます。エンドイズデイビッドさん、Thank you very much。エンドセッティンイズゴミヒナさん、ありがとうございます。朝の配信もね、皆さんありがとうございました。本日は、勝手に四国加工大使さんとチャーミングトリップさんの課外活動公演とオープニング曲とかございます。行ってきます。ではみんな、またねベイベーさよなら、行ってきます。朝の空を見上げて京都を